トンボリワッショイとは大阪市中央区道トンボリに2004年12月に整備されたトンボリリバーウォークで毎年春と秋に開催されているアートフリーマーケットライブパフォーマンスを合わせたアートイベント2006年春の第1回目以降来場者は会を重ねるごとに増え2007年春の第4回は約4万人の来場者があった始めた 主催団体は特定非営利活動法人、色取り芸術文化協会。初代代表は、イクラ高行二代目代表は、テ重成、ゲ三代目代表は、山田哲二。2011年に8回目を実施後、2014年まで停滞し、翌年の5月に二代目代表のテ重成が、道頓堀400周年を機に復活を遂げ、9回目を実施した。 2016年には10周年にして5月のゴールデンウィークに10回目を迎え、2017年の5月3日から7日に、道頓堀三大祭、道頓堀春、フェス2017の3大コンテンツの一つとして参画。2018年には道頓堀市大祭の一つとなっている。2017年5月12日に実施された大阪活性化事業実行委員会の会議の際に、 大阪市中央区商店会連合会の会長により、道頓堀の街のイベントとして認定された。現在は、特定非営利活動法人道頓堀、水辺地権社会との協力のもと、二代目代表の邸を筆頭にした、頓堀和所移実行委員会という社会人たちの有志で、地域貢献とともに、若手アーティストを支援する非営利団体が運営。 一般社団法人大阪活性化事業実行委員会の事業として実施されており、道頓堀春フェス2019まで開催されている。また道頓堀春フェス、道頓堀リバーフェスティバル、サンタクルーズイ大阪での一コンテンツとして開催されている約1500名程度のコスプレイヤーが参加する道頓堀コスプレ祭は株式会社、箱タとト,トンボリ ワッショイ実行委員会の代表の帝茂成の共同企画として立案され、トンボリ、ワッショイボリューム12の1コンテンツとして初めて開催された。2020年ではゴールデンウィークで開催予定だった道頓堀春フェス2020は新型コロナウイルス感染症拡大より延期。同年9月19日から22日に道頓堀から大阪の復活を願って、 道頓堀復活フェス2020と命名し、人数制限及び、無観客ステージと生ライブ配信をリアルとデジタルを両方取り入れた、新しい形での地域活性化イベントとして開催された。ありがとうございます。